はい、工房節の永田です。くさびと書いて節と呼びます。はい、今回はテッサ工房さんのガラスペン、ちょっと手に入れることができました。かなり入手難度が高いガラスペンでございます。はい、まあちょっと紹介していくんですけども、工房節わりかし文具マニュアかなと思います。まあ今文具全体的にね、すごいブームが起きておりまして、まあ僕の作ってる木軸のペン、まあ木軸、木軸っていう分野もわりかし騒がれておりますが、まあそれ以上にすごいのがこのガラスペンの世界です。はい、作家さんも多いですし、まあインクとともにこのガラスペンっていうのがものすごいブームになって、いや面白いですよ。まあなので、まあ僕も心が落ち着いてるときはちょっと使おうかなという感じであります。まあ本当に使う機会がないんですけど、ガラスペンの本数だけでももう結構な数いきましたね、多分。まあマニアの人に比べれば全然なんですけど、まあ少しずつ僕もその沼にはまっていってるという感じでしょうか。はい、その中でね、今回はテッサ工房さん、まあいろんな有名な作家さんのものを持っております。まあ紹介してきたのがハーセイさん、トゥーさん、川西さん、それでテッサさんのやつも、これは2本目なんですけども、はい、紹介してきたかなという感じですね。で、僕の中では入手難度が一番高いのがこのテッサ工房さんなんですよね。まあまあまあ作家仲間ということもあって、まあいろいろあるんですけど、テッサさんだけは本当に手に入れにくい。で、まあイベントとかでね、抽選とかもあるんですけどね、一度も当たらない。スタッフとか全員でね突っ込んだんですけどね、当たらない。はい。テッサさんは手に入れにくいんですけども、まあそれだけ人気ということと、かっこいいんですわ。まあとにかくかっこいいんです。はい、ちょっと見ていきましょうか。よいしょ。この子でございます。1本目はね、ポチョンっていうちょっとわりかしシンプルなやつをね買わせていただいたんですけども、今回は手の凝ったこの子ですね。名前なんだっけ、名前忘れちゃった。テッサさんごめん、名前忘れちゃった。はい、そう、オパールが入ってるやつですね。こっちがひねりが加えてあって、もうとにかく作りが凝ってます。はい、とってとても綺麗ですね。はい、いや、やっと手に入れれたという感じですね。まあ本当はオレンジが欲しかったんですけども、まあそんなことは言ってられないで、特注もできない。そう、まあいろんなお店とお店とかね、イベントで限定色出してたんですけども、オレンジどのお店だったんですかね、オレンジ根本的にあったのかな、その辺がちょっとわからない。まあ、今回なかなかまあ手に入れれないということで、もう今回は色は諦めて、とにかくテッサさんのこの凝ったもの、スペシャルワンと呼べるものをね、はい、ちょっと手に入れたいなという形で、これはねどっちかというと所有欲です。はい、書き味うんぬんよりも所有欲なんですけど、とまあ当然書き味も分かってはいるんですけども、素晴らしいっすよね。いやー、いつまででもなんかくる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 して見てられる。ガラスペンはやっぱり色含め、形含め、美しさっていうものがすごいですよね。木軸はわりかし、なんでしょうかね、渋いっていう部類なんじゃないかなっていうふうに僕は感じていますが、
まあなの、まあ、とは男性女性に比べればガラスペンは女性の方にやっぱり受ける、で木軸の方はやっぱり男性の方に受ける、まあちょっとその辺がはっきり分かれてるっていうような感じがあるんですけども、できればね、いろんな方にねガラスペンの方も木軸の方もいろんな方に使っていただいてね、筆記具っていう楽しさをね、広めていければなっていう感じには思っております。はい、ということで、よいしょよいしょ。テッサさんのやつは長い、これはスペシャルワンなので長いのでね、約20センチなので、まあこのトレイが20センチですのでね、まあこれぐらいのトレイに置かないとといった感じでしょうか。よし。そしてちょっとハワイアンコアで書いてみましょうか。ああ。そう。でね、工房説の説インクでございますが、まあ人気なのは黒書きなんですけど、案外ね、ハワイアンコアが減ってるってことは、ああ、意外に売れてるんだなっていうのを思いました。はい。ハワイアンコア茶色ですね。よいしょ。よいしょ。そう、ガラスペンはね緊張しますよね。でもファイリックスはね、わりかし硬いんですけども、はい。あ、僕ちょっと寝かすタイプなんですけど、寝かしてもやっぱついてきますよね。あ、ポイントが一番頂点ではない。ちょっと寝かしたところ。いいっすね。あ、そう、大きさの割にはちょっと細字といった感じでしょうか。まあですね、まあパッともうちょっと前持ちたいかなと思ったんですけど、まあここで慣れるといいかな。いいっすね。そう、ここのねギザギザがねすごい手に刺激を与えてくれます。いや面白いな。ちょっとこれでちょっと何か誰かに別線書いてみようかなと思っています。いやーいいっすね、はっ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 ていう感じです。はい、テッサさんのですね。はい、またね宇宙遊泳のイベントですね。テッサさん、まあちょっと今お忙しいそうなので、まあイベントの方もねちょこちょこは出てらっしゃるんですけど、また宇宙遊泳のイベントにも出てこられると思います。まあその時にねお話ししてとか聞けるといいかなと思いますね。はい、というわけで今回はテッサ工房さんのスペシャルワン、名前忘れちゃった結構前に買ったんですよ。まあちょっと忙しかったのでちょっと紹介が遅くなりましたが、またねちょこちょこいろんなイベントで僕文具買っております。またその辺ね紹介できればなと思います。ではではまたよろしくお願いいたします。